芸ュ中は、新末民初の軍人、北京政府、アンキに属した。字は、丹真こと、なお、芸継ぐ賞と書かれる場合もある。おいは、芸道。神で秀才となったが、間もなく利口賞の Y 軍に参加した。1895年、遠征外配下となって、新し権力軍に加わる。1907年、政府に金銭を献納して、私服候補となる。 東三省総督女性省により、法典提峰し、国力公民政試験巡防軍翼長に任命された。しかし、1909年に女の公認として鈴良が就任すると、芸は汚職を理由に罷免されてしまった。1911年10月、河南不正士、方弁河南軍務となり、間もなく安記不正士に移動した。1912年、武衛優軍長。 ただし弁官炉よそ4商工会ごと4に任命された。翌年、安喜清里ただし弁、寒気田鎮氏、安喜森軍氏、安喜都特県民政庁と歴任した。1914年、安武上将軍の位を授与され、ただしり安城軍務となった。1915年、遠征外が皇帝即位の準備を開始すると、芸始中は、他の14人の北洋系軍人と共に、 円を衰退する。同年12月、円の皇帝即位に伴い、一等皇に封じられた。1916年4月、長皇純越副主権書暗記省庁に移動した。また、この間、五国戦争に際しては、円を最後まで支持し、円が皇帝即位を取り消そうとした時も、これに反対したほどであった。同年6月6日に、円政外が死去すると、芸始中は、 ダンキ気イが指導するアンキハの中心的人物となり、7月にアンキ省庁に就任した。府院の争いでは、ダンを支持して、霊元広氏の追い落としを図り、9月には芸が指導的立場となってアンキハ特軍による13省連合会を組織した。1917年の長君による副壁では、これを密かに支援する。しかしダンが、 長君の討伐を開始すると、ゲイは態度を表現させ、難度内逆軍総司令として、長君討伐に参加した。副壁失敗後、ゲイは、長高順越主権暗記特軍として、依然として暗記派の中心にあった。しかし、1920年7月の暗直戦争で、団が敗北すると、ゲイも9月に罷免され失脚した。1924年7月12日、 天心で病死、去年57、ありがとうございます。